こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では今すぐ買える大人におすすめのダウンベスト8というテーマでお届けをしてみたいなというふうに思っています。最近はかなり寒くなってきたので、ダウンが欠かせないという方は少なくないかなと思うんですね。すでにダウンを買われた方もいらっしゃるかなと思うんですが、今回は今すぐ買えるアイテムの中からおすすめのもの結構たくさんですね、8個ですね、皆さんにご紹介をさせていただきたいなと思います。様々な価格帯のものがありますし、今まさに旬なブランドもですねこの中に含まれていますので、今回の動画を見ていただければ大人が買うべきダウンというものがしっかり分かっていただけるのかなと思っています。今年はすでに買っている方もですね、来年以降の一つのですね参考としながら今回の動画楽しんでいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの今日ですね、なるべく分かりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからは具体的に今すぐ買えるダウンを皆さんにご紹介したいなと思っているんですが、まず一つ目ですね、アーバンリサーチのナンガとのコラボレーションのオーロラ3レイヤーダウンブルゾンというものですね。価格は 39,600円ということで、これもですね定番的なダウンとして、僕もですね今から5、6年ぐらい前に一度買って愛用していた時期があるんですね。非常に使い勝手のいいダウンになっているんですが、そもそもナンガというブランド自体が、キャンプやってる方にはですね馴染みがあるかなと思うんですが、寝袋のブランドなんですね。トップブランドで結構ですね高価なものが多いので、僕にとっても憧れの寝袋ブランドではあるんですが、そのナンガが培ってきたダウンの技術ですね、そこにアーバンリサーチのデザイン性を掛け合わせたのがこのダウンなんですが、最近ナンガ単体でもダウン出していまして、そちらも非常に人気が高いんですね。この両者のコラボレーションはもうすでに10年近くやっているわけで、かなり毎年人気が高いわけなんですが、デザイン的にはスポーティーな雰囲気がありつつ、表面の光沢感はだいぶ抑えられています。大きめのジップですね、ハの字型のジップが一つのデザインのアクセントになってまして、このあたりの大きめのジップなんかはですねファッション好きにとっては結構たまらない要素の一つかなと思っています。サイズ感に関してはやはり時代に合わせて少しずつアップデートされているんですが、最近はこのようなダウンみたいなアイテムにも少し緩さのあるサイズングというものが適用されることが少なくないんですね。こちらのアーバンリサーチのダウンに関しても少しゆとりを持たせるようにしてあって、今っぽくですねアップデートされているのも一つの注目のポイントかなと思います。僕自身ナンガのダウンにもすごく興味があるんですが、価格帯がもうちょっと上になってくるので、ナンガの世界観とアーバンリサーチのデザイン性、この2つが掛け合わさったこのですねコラボレーションダウンはやはり今見てもですねかなりおすすめのアイテムかなと思うので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて2点目のダウンなんですが、これまた大定番だと思います。セレクトショップのオリジナルのダウンとして僕の中ではいくつか目安にしているものがあるんですが、必ずこちらのダウンもチェックするようにしてるんですね。ビューティー&ユースのですね小松マテーレフードダウンジャケットですね。価格は 39,930円ということで、今年はですねやっぱりダウンちょっとどこも値上がりしてる感じがしますね。ギリギリ4万円を切るぐらいのところが多いのかなというふうに思っています。こちらはですね小松マテーレ、世界的にも有名な素材のブランドなんですが、こちらのファブリックを使ったダウンになっていまして、結構ですね先ほどのアーバンリサーチのダウンに比べるとスポーティーというよりは少しですね都会的で綺麗めな雰囲気が漂うのかなと思っています。で、表面の生地なんですがポリエステルとウールを混紡してあるんですね。ですので見え方としてはちょっとこう上品な風合いのダウンに見えるというところ、ここが先ほどのダウンとの大きな違いになってくるかなと思います。スポーティなものが好きな方もいれば、ちょっと大人っぽく綺麗な感じでダウンを着たい方もいらっしゃるかなと思うんですが、そういった後者の方には小松マテーレのこのですねダウンジャケットはかなり使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。丈の長さも結構オーソドックスですね。ベーシックなちょっと丈の短めのダウンになってまして、足さばきもいいし使い勝手もすごくいいというところで、シルエットも横に広がりすぎないのでシャープに着こなすことができるんですね。そのあたりを
考えると結構アーバンリサーチと個性が変わってくるので、この2つだけでもだいぶですね選ぶ人の雰囲気は変わってくるのかなと思います。まあ、特にきれいめでベーシックな雰囲気が好きな方であれば、まあ、断然こちらのダウンがハマりがいいかなと思うので、ぜひ、チェックをしていただきたいなと思います。色に関してはネイビー、ベージュにダークグレーという3色なんですが、まあ、個人的にはダークグレーですね。深みがあって都会的なダークグレーの雰囲気がなかなかいいかなと思うので、ぜひ皆さんもですねこちらのダウンチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目のダウンですが、グリーンレベルのディクロスバルーンダウンブルゾンジャケットですね。これは 29,700円ということで、まあ、僕の以前の動画でもご紹介したこのダウンはですね、まさに今時期僕も着てるんですね。まあ、デザインとしては先ほどまでの2つのダウンと比べるとちょっとですね今のトレンド感に合わせたような変化球のダウンかなと思います。まあ、シルエットには少し丸みがあってゆとりがあるような設計になっていますので、このあたりにはトレンド感も漂います。また襟は立ててボタンを閉めることができるんですね。このあたりのディティールなんかは最近のダウンですとかコートには非常に多くなってきてるんですが、襟を立てながらスタンドカラー的な見え方ですね、このあたりが取り入れられるというところで、僕はですね非常に使い勝手のいいダウンかなと思います。もうすでにですねダウンを持っていてベーシックなところはもう十分にあるんだと、ちょっと人とは違ったものを持ちたいという時にはこのバルーンダウンブルゾンはかなり使い勝手がいいかなと思います。そしてダウン自体の量なんですが、そんなにたくさん入ってるわけではなくて、割とですね車だとか電車の移動が多かったりだとか、そんなにがっつりとしたダウンが必要ないという方にはまさにブルゾン感覚で着れるので、このダウンは使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、僕自身実際ですねそういった車での移動とかが多かったりするので、こういったダウンを着るシチュエーションって非常に多いんですね。今までにはないようなダウンのアプローチとして、このようなブルゾン感覚のライトなダウンというところは一つのテーマになってくるかなと思うので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。カラー展開はブラックとネイビーの2色なんですが、個人的にはブラック推しですね。丸みのあるシルエットなのでブラックを選ぶことでよりシャープに見せることができますので、ぜひ皆さんちょっと在庫が怪しいとは思うんですが、こちらもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目のダウンなんですが、ユナイテッド東京の 2way ラミネートダウンジャケット、価格は 39,600 円ですね。またですねギリギリ4万円をですね切るぐらいの価格帯になったんですが、これまたデザイン的にもかなりバランスがいいんじゃないのかなと思います。なるべく表面に縫い目が出ないようなダウンになっていますので、すごくですねパッと見は結構シャープなナイロンジャケットのような見え方をするんですね。その点では今回ご紹介するダウンの中で最もですねスマートさがあって無駄の一切ないようなデザインになってるかなと思います。でこちらもですね先ほどビューティー&ユースをダウンにも出てきましたが、小松マテーレの素材を使っていまして、これ撥水性が効いてるんですね。なので急な雨だとか雪にも安心して着ることができるというところもかなり優れてるんじゃないのかなと思います。フードがついているダウンではあるんですが、取り外しも可能なのであえてフードを取ってスタンドカラーのような形で着るのもなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。しっかりと膨らみ感があってデザインはシャープなんですけども、どこかモードっぽさが漂うようなそんなダウンに仕上がっていて、個人的にはこれはですねなかなか良い仕上がりなのかなと思っています。ユナイテッド東京というと国産のですねアイテム作りというところに力を入れてるんですが、このような質が高くてなおかつ縫製のスキルが高いようなダウンが 39,600 円というのはコストパフォーマンスはかなり高いと思います。今回ご紹介する中でもトップクラスだと思うので、ぜひこちらのですねユナイテッド東京のダウンジャケット、ミニマルで機能性も高くてなおかつコストパフォーマンスも高いというところではかなり注目度が高いので、チェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて5点目なんですが、ちょっと価格帯は上がります。ゴールドウィンのパーテックスカンタムダウンパーカーですね。これはですねめちゃくちゃ良かったですね。僕の以前の動画の中でも出てきたので見たことがあるという方もいらっしゃるかなと思うんですね。価格は上がって6万500円ということで、ちょっとですね気軽には買えないと思うんですが、僕自身実際に着てみてめちゃくちゃ良かったです。このゴールドウィンというブランド自体が最近はすごくですねトレンド感があって人気が高まっているブランドなんですね。僕自身もか
なり注目をしていまして、昨年からちょこちょこといろんなアイテムを買い揃えているんですが、スキーウェアのブランドとしての技術力ですね、ここをしっかりとベースにしながらも、デザイン的には無駄が一切なくてシャープで、どこかモードっぽさが漂うのが、個人的にはもうたまらないポイントかなと思っているんですが、こちらのダウンに関しては、表面にですね、結構しっかりめに光沢があるんですね。写真見ていただくとわかると思うんですが、ですので最初に見た時にはちょっと僕得意じゃないかもなと思ったんですよ。だけど実際に着てみると、このボリューム感だとか膨らみ感もすごくいいし、デザインに一切の無駄がないところ、襟もちょっと高くてですね、立ち上がりもすごくいいんですね。そして何よりこの光沢感がだんだんですね、病みつきになってくるんですね。最近はこのような光沢感のあるようなダウンって結構減ってですね、以前は多かったんですよ。モンクレールのダウンだとかそういったものも光沢感があるものが多かった印象だったんですが、そこから光沢感を抑えたマットな雰囲気のダウンというところに一気に方向転換されて、いろんなブランドがそういったマットな雰囲気になっていったんですね。その反動で最近はこのような光沢感のあるダウンってあんまりなかったんですが、こちらのダウンに関しては品のあるしっとりとした光沢感をまとっていて、それがかえって意外性があってなんかワクワクするんですよね。僕はこれはですね、なんか着るたびにじわりじわりと良さが伝わってきたダウンとしては意外性がありましたね。で、デザイン的に特徴的なのがこの縦のラインですね。柔らかく弧を描くようなラインなんかもデザインのアクセントになっていて、まあすごく良かったんですよ。で、素材としてはグリーンダウンを使っているということで、サスティナブルなところにもしっかりと配慮しているというところ、このあたりも含めてかなり注目度が高いダウンなんじゃないのかなと思います。まあ、個人的にはですね、3色あるんですが、やはりゴールドウィンというと僕の中ではブラックの印象が強くて、シャープで微光沢があって、なおかつ他のブランドとは違うような魅力にあふれたこのダウンはかなりおすすめなので、ぜひ皆さんもですね、改めてチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて6点目はですね、ピレネックスのコベールというモデルですね。金額は85,800円ということで、かなり上がりましたね。まあ、最近ダウンは結構高いですよね。まあ、かつてはですね、モンクレールだとかタトラスですとかカナダグースですとか、あとはヘルのですね、このあたりのダウンをですね、おすすめすることが多かったんですが、どこもですね、軒並み高くなってですね、なかなか気軽にはおすすめしやすいような価格ではなくなってきたので、まあせめてですね、10万円以内というところが、まあギリギリなのかなというところで今回取り扱うわけなんですが、まあピレネックスも質の高いダウンをしっかりと作っているブランドとして、まあ1800年代ですね、1859年から創業されたようなブランドで歴史があるんですよね。もともとは掛け布団だとか枕だとか、まあ、そういった寝具系のですね、商品を作っていた会社ではあるんですが、1990年代からは自社のブランドとしてピレネックスというものを作って、まあ、最近では様々なセレクトショップでも展開されているんですね。質の高いフレンチダックダウンですね、こちらを使ったダウンということで、非常に暖かいのはもちろんのこと、デザイン的にも結構ですね、僕は無駄がなくて使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、様々なモデルがあるんですが、僕はですね、このコベールという形がすごく好きなんですね。大きめの腰ポケット、このあたりにはちょっとワークだとかミリタリーテイストを感じるわけなんですが、このあたりがすごく好きなのと、あとは丸みのあるデザインというところでトレンド感も感じる、そんなようなデザインになってます。カラーはブラックとオリーブですね。このあたりがなかなか良くて、ちょっと在庫が怪しくはあるんですが、探せばまだギリギリあるかなというところですかね。特に腰ポケットあたりは非常になんか個人的には好きなディティールで、丈の長さも通常のダウンよりはやや長めで、お尻にちょっとかかるぐらいかなと思います。まあ、最近ダウンの着丈の長さというのはちょっとずつ長くなってきていまして、タイトなシルエットよりも少しゆとりがあったり、着丈の長さも短いものよりは少し長さが出ていたりだとか、微調整が行われているわけなんですが、そういった部分もしっかりと閉じ込められたデザインになっているので、今っぽく着ることもできますし、だけどトレンド感が強すぎるようなものではないので、複数年使えるようなそんなシリーズになってるかなと思います。個人的にはブラックもいいけども、カーキですかね、オリーブじゃなくてカーキですか、この色合いに深みがあって非常になんか魅力を感じるので、ぜひピレネックスですね、まあ、すごく名前が知れていて有名なダウンブランドと肩を並べるような、そんな質の高いダウンを作っているピレネックス、まだまだ名前的にはそこまで知られてないんですが、非常に注目度が高いので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。
はい、続いて7点目はですね、これまたおしゃれが好きな方にとってはもう結構定番的な位置づけになってるかなと思います。デサントのですね、水沢ダウンですね。これは価格ついに大台を超えてしまいましたね。115,500円ということで、なかなか気軽には買いづらいなとは思いますが、ここ何年くらいですかね。まあ、隠れた名作として水沢ダウンってファッションが好きな方にとっては結構有名だったんですが、それがだんだん認知されてきていて、今ではですね、結構様々なセレクトショップでも展開がありますし、割とですね、知ってる方が増えたかなと思います。そんな水沢ダウンも結構いろんなコラボレーションをやっていまして、まあ、代表的なところで言うと、結構ですね、個人的には面白いなと思ったのは、グラフペーパーというドメスティックブランドがあるんですが、そことのコラボレーションなんかもかなり人気で、もう一瞬で在庫がなくなりました。まあ、それ以外にもいろんなコラボレーションがあったりするんですが、今年はちょっとこうオーバーサイズのですね、水沢ダウンが出てきていまして、通常のものよりもたっぷりめのシルエットになっているのが結構新鮮な雰囲気がしました。まあ、先ほどからお伝えしている通り、ダウンというアイテム自体にも少しゆとりのあるサイジングが適用されるようになってきたんですね。もともとダウンっていうもの自体は着膨れするので、できればシャープに見せたいというところがかつては主流だったんですが、今のトレンド感からすると、ダウンのボリューム感にさらにゆとりを持たせるぐらいでもちょうど良くなってきているというところで、まあ、このようなオーバーサイズも出てきてはいるんですね。ただ誰にでも似合うというわけではなくて、トレンド感を重視したい方はこのようなオーバーサイズ気味のものもいいかなと思うんですが、なるべくベーシックに着たいなという方には、やはりですね、ビューティー&ユースのダウンですとか、あとはユナイテッド東京のダウンだとか、あのあたりのプレーンな感じが使いやすいかなと思うんですが、まあ、この水沢ダウンはおしゃれが好きな方にとっては欠かすことができないようなアイテムかなと思います。まあ、やっぱりこのダウンのデザインの特徴としては大きめのハの字型のジップですね。この大胆さが非常に魅力的なのと、あとはですね、フード周りかなり首元も高めになってるんですね。ですのでこの襟周りの立体感だとか、ジップを下げた時の襟周りの広がりだとか、このあたりが楽しめるのがまさに水沢ダウンのですね、特徴かなと思っています。僕もいつかは欲しいなと思いながら、もう6、7年ぐらい経ってしまっているんですが、まあ一度買えば長く使えるようなダウンとして、僕もお客さんに何度もですね、ご提案してきてますが、もう5年以上着てる方もいらっしゃるぐらいですね、優れたダウンなので、ぜひ皆さんもですね、今年はなかなか難しいかもなと思いつつも、頭の片隅に置いていただき、何年か後にですね、こういったダウン買ってみるのもいいんじゃないのかなと思っています。はい、続いてラスト8点目のダウンはですね、このあたりでちょっとですね、価格帯を抑えたものですね、お伝えして締めくくりたいなと思います。安心のユニクロからハイブリッドダウンパーカーですね。これが値下げになりました。9,990円ということで、これまでご紹介してきたダウンの中で圧倒的な低価格で、まあ、かなり安心感がありますよね。ユニクロのダウンということで、デザイン的にはベーシックで、まあ、かもなく不可もなくかなというところ感じる方も少なくないかなと思うんですが、このハイブリッドダウンパーカーは去年のホワイトマウンテニアリングとのコラボレーションを経て、非常にですね、デザイン的にも魅力を感じるような一着に仕上がってるかなと思っています。丈の長さはやはりトレンド感を踏まえたようなちょい長い設計になっています。このあたりは去年のホワイトマウンテニアリングよりもちょっと長めになっているんですね。なのでよりですね、トレンド感は感じるようになっています。大きめのですね、腰ポケット、このあたりもですね、ちょっとこうミリタリーを感じるような作りになってまして、あとは縦に走ったジップですね、このあたりもデザイン的なアクセントになっていて、非常に良い雰囲気かなと思っています。まあ、カラー展開も豊富なんですが、個人的に今年買ったのはダークグレーで、なかなかこれも良かったんですが、王道を言えば0級のブラックですね。このあたりも間違いのない選択かなと思います。本当にですね、ダウンも様々な価格帯がありますが、セレクトショップのオリジナルのダウン以外で考えると、やはり頭一つ出てるのがユニクロのこのハイブリッドダウンパーカーかなと思います。機能的で素材の質感もチープさが一切ないので、すごくバランスもいいですし、デザインも洗練されているというところでは、まあこういった存在がちゃんとあり続けてくれるというのは、僕たち消費者にとってはすごく安心感があるかなと思うので、ぜひ改めてですね、今回様々な価格帯を見た中で、このユニクロのダウンの凄みというところですね、皆さんに感じ取っていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では今すぐ買える大人におすすめのダウンベスト
8ということでお届けさせていただきました。価格帯にもかなり差がありましたよね。もうその差は10倍以上になりますね。ユニクロとデサントのダウンではもう10倍以上の価格差があるわけなんですが、まあ本当にダウンというアイテム自体ですね、様々なファッション系のアイテムの中でも最上位に位置するような高価格帯のアイテムかなと思います。なのでなるべく予算を抑えたいという方はユニクロでいいかなと思うんですね。デザイン性も質感もいいので十分かなと思うんですが、まあ主役になるようなアイテムだからこそちょっと頑張って買いたいよねという方も僕を含めていると思うんですね。そういった方には水沢ダウンだとかそのあたりもいいと思いますし、ピレネックスあたりなんかもですね、長く使えるようなダウンとしてはおすすめできるんですね。ただ僕の中では結構昔は10万円以上のダウンとかもいっぱい買ってきたんですが、ちょっと最近はそこまでは頑張れないなというのがあって、ちょうど気になるのが5万円から7万円ぐらいの価格帯なんですね。そのあたりに入ってくるのがゴールドウィンで、かなりですね個人的には欲しいなと思った一着なんですね。でもなんだかんだで5万円か7万円も十分高すぎるぐらいなので、セレクトショップのオリジナルですね、グリーンレーベルからビューティー&ユース、そしてアーバンリサーチですとかユナイテッド東京ですとか、このあたりですね、リアルになんとか手が届く範囲内で質が高く気分が上がるというところも含めると、やっぱりですね強い価格帯が4万円以内というところになってくるかなと思います。まあ、ぜひ皆さんの中でどのあたりのダウンがしっくりきたのか人それぞれだと思うんですね。コメント欄でいろいろとお伝えいただければなと思いますし、あとはこのあたりのダウンもおすすめですよというのもありましたらシェアしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しては、僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で結構ボリューム感たっぷりでお伝えをしています。週に 3,4 本の動画オリジナルで出していますし、あとはですね週1で会員限定のですねライブ配信も行っています。こちらの方では皆さんからのご質問に直接お答えするような形でリアルタイムで行っていますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなか動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンも運営をしています。そちらでは文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説をだいたい1分ぐらいで読める分量で記事をアップをしています。僕の方でも1日2回ですね記事をアップしていますし、僕以外のスタイリストの方もですね記事を投稿しています。また参加者の皆さんも積極的に記事を書くことができるので、アウトプットも含めて楽しむことができて、結構ですねサロン内の皆さんでワイワイ楽しくやっていますので、ぜひ気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。